アイテム番号 SCP-544-JP オブジェクトクラスユ u c l i d 特別収容プロトコル SCP-544-JP の敷地内に民間人が侵入するのを防ぐためカバーストーリー改装工事予定地を適用し4人の警備員を配置してください SCP-544-JP 内部に侵入する場合、侵入時間は必ず3分以内に置き止めてください。3分間を超えて侵入し続ける必要のある場合は、D クラス職員に侵入させてください。その際、侵入させる D クラス職員は、遠隔から終了できるように小型爆弾を取り付けてください。内部に侵入した D クラス職員を近くするために、 必要に応じて収容メンバーの編成を一部変更することが許可されています。説明 SCP-544-JP は県に存在する5階建て構造の百貨店でデパートの名で知られていました。1900年に廃業し日後に取り壊しが行われましたが その翌日に完全に形状を復元していたことが財団に把握され収容に至りました。SCP-544-JP の内部に人間が侵入すると、3分ごとに、お知らせです。対象 A さん、対象 B さんがお待ちでした。という内容のアナウンスが放送されます。 対象 A は SCP-544-JP 内部に侵入している人物です。複数人が SCP-544-JP 内部に侵入していた場合、アナウンスのたびにランダムで対象 A が選定されます。対象 B は選定された対象 A と直接関節を問わず面識のある人物で、 SCP-544-JP 内部にいなくてもランダムに選定されますが、家族や友人などの言葉を用いて、一度に複数人が指定される場合もあります。このアナウンスが完了すると、対象 B は対象 A に関する記憶を失い、どんな手段を用いても対象 A を知覚できなくなります。 上記の文章以外のアナウンスが放送される場合もありますが、それらに異常性はありません。SCP-544-JP の内装は、SCP-544-JP がデパートとして営業していた時期を模倣した作りになっていますが、すべての領域において無人であり、食品はすべてサンプル製品に置き換わっています。 SCP-544-JP の5階には放送室と推定できる部屋がありますが、外側から内側の状態を確認できず、侵入もできません。放送室の扉には、キサラギ公務店と書かれていますが、そのような団体の所在は確認できていません。加えて、デパートとキサラギ公務店が実際に関わっていたという公的証拠は存在しない。 もしくは抹消されています。以下は SCP-544-JP の調査記録及びそれに付随する情報の抜粋です。調査記録544-4日付2000年月 日。目的。内部調査及び対象 B に該当する人物がいなくなった場合のアナウンス内容の調査。調査員。D1104。カカメラ、マイク、脱走時防止用の遠隔起爆型小型爆弾を所持させる。尾行。D1104 には、 SCP-544-JP の異常性を伝え、同意の下で調査員として起用しています。記録開始。D-1104 が SCP-544-JP 内部に侵入。まずは一回の探索をしてください。気になるものを見つけたら即座に報告してください。ああ。 えっと、エレベーターがあるな。でも、動いていないみたいだ。俺の知ってる店の視点がいくつもあるな。人はいないが。本日はご来店いただき、誠にありがとうございます。心ゆくまでお楽しみくださいませ。アナウンスだけ正常に動いているのか。 声に特徴はありますかちっちゃい女の子の声だ。なんかおかしいな。子供がアナウンスなんて。お知らせです。さん。さんがお待ちでした。えーっと、これはつまり。 異常性についての説明は受けていますねああまあそうか次はどうするべきだ支店のキッチンが動くかどうか確かめてくれますか水も置いてあるけどどれも粘土かなんかで作られてるキッチンに向かうぞ いろいろ動かしてみてくださいダメだなレンジも水道もつながってないお知らせです3 3がお待ちでした容赦ねえなおい博士どこも動かないみたいだぞ わかりました。2階へ向かってください当然ちゃあ当然だけどエスカレーターは動いてないな 1>, 1階と同じように大まかに探索してください了解見たところ果物野菜コーナーって感じだな。 お知らせです。33がお待ちでしたわあーなんつうか休憩は認められていますが調査は速やかにお願いしますお調査といってもな多分全部サンプルだろこれ。 お知らせです。3。3がお待ちでした。こちらの研究員です。何もなければ3階に上がってください。ああ、だよな。聞き覚えのない名前だったから驚いたよ。3階ね。了解。放送室には入れないんだっけ はいそうかあのアナウンスなんだけどさなんか違和感があるんだよな詳しく聞かせてもらえますかあーそのここって人がいないじゃんかだからそのアナウンスが鳴るのは異常だよな遠隔音声かそうでもなきゃ幽霊かなって思うんだけど <laughs> その割にはアナウンスのたびに本気で呼ばれてるような感じがするんだ伝わったかな現状では何とも言えませんもしさらに何か感じるようであれば報告してくださいお知らせです 親戚の皆さんがお待ちでした3階は服売り場だレディースが多い了解です探索して何かあれば報告してください分かったあとさっき報告した感情は今も感じている語りかけられてる気分だ 記録しておきますお知らせですサンサンがお待ちでした子供の声は苦手だな女の声ともなるとかなり苦手だ D1203 との関係を教えてくれますかあいつか仲良かったなもしかして俺と深く関わっている人間だから優先的に呼ばれちまったのかな考慮には値すると思いますうん分かったもう気づいてるとは思うんだけどさ 何がですか俺はこの調査に志願したことを後悔してる。忘れてもらえるなんて最高じゃねえか、なんて軽い気持ちで志願したんだ。そしてそのまま死ねるなら、理想だな、とも思った。でもさ、みんなが俺を忘れていく。みんなが俺を感じられなくなる。怖くてたまらないね。 嫌になってきたよ調査の中断はできません私たちがあなたを近く不能になった時に備えあなたと面識のない警備員がデパートの入り口に待機していますいやいや脱出しようなんて思ってねえよただこれは本当に地獄だどんな性悪野郎がこんなシステムを思いつくんだか お知らせです3 3がお待ちでした財団の人間ですわかった3階はあらかた映像に収めた4階に向かっていいかお願いしますなあアナウンスが早くなってないか いえラップタイムは正常ですか何か感じましたか何だろうアナウンスが焦ってんのかな言葉にしづらいアナウンスを読み上げる速度はどうだ速くなってないかそれは記録対象外でしたね可能性はあるかもしれませんが音声記録を持ち帰ってくれないことには分析できません 了解。最後まで調査するよ。お知らせです。3 3がお待ちでした。四階は本屋と文房具とかが売られてるな。んで、今のアナウンスは 博士おい博士。ああ、なるほど。今のアナウンスでもう別れか。まあ、どうせ代わりがいるんだろう。探索を続けるぞ。 お知らせです。3同級生の皆さんがお待ちでした焦ってんのかそんな一気にやることないだろう考えたんだがお前やっぱりすいません博士と交代しましたえああよろしく交代の最中に何かおかしな点はありましたか アナウンスが一件来たよ。俺の同級生は俺のことをすっかり忘れちまったみたいだ。思い出がありありと浮かぶな。こんな時に限って楽しかった思い出がゴロゴロと。把握しました。さっきの博士は俺に関する記憶を全部失ってるんだよな。じゃあ、俺が報告したことは全部報告し直した方がいいか。 いえ、音声は記録中ですので大丈夫ですそうかざっくり言うと俺はあのアナウンスが人間味あふれるように聞こえる他はそうだなアナウンスが速くなってるように感じてる子どもの高い声だからそう聞こえるだけかもしれんわかりました4階の探索を行ってください お知らせです3被害者一族の皆さんがお待ちでしたああクソ恨んでくれたっていいから俺を忘れないでくれ書籍とかは全部見て回る必要あるか 概ね映像に収まっていれば結構です分かったお知らせです3警察の皆さんがお待ちでしたおい お前はどういう優先度でそれをやってんだ ?D1104、誰かと話していますかアナウンスとだよ。無意味だろうけどさ。そうですか。先ほど人間味というワードを報告していましたが、現在はどうですか現在も変わらずだ。わかりました。概ね探索が完了したら報告してください。 お知らせです3同僚の皆さんがお待ちでしたこのアナウンスに話しかけるのはなしか可能な限り不要な発言は控えてくださいそれでは5階に向かってください分かったよ ボイラー室と空調室みたいなのと、ちょっと新しめの扉があるな。その新しい扉が放送室です。扉の上に放送室とプレートがかかっているはずです。なんか書いてあるぞ。読み上げてくれますかああ。赤いマーカーで、迷子通知システム、確保自動。 停電時でも動くようにハードウェアを人、いや、高性能にしました。木更木工務店って書いてる。記録しました。ありがとうございます。まあ、無理だな。わかりました。内部調査は以上です。以降は、 対象 B に該当する人物がいなくなった場合のアナウンスを記録することが目的となりますので、その場で待機してください。今後は基本的に指示を行いませんし、もし私たちがあなたを知覚不能になっても代理は立てません。脱走は無駄なものと考えてください。十分なデータが取れたと判断できたら帰還してください。わかった。じゃあな。ええ。 ではお知らせです3勤務先の皆さんがお待ちでしたこれでも誰も俺を見ていないのかでもお前はずっと俺を見てるんだろ 本日はご来店いただき誠にありがとうございます。そりゃあどうも。なあ、部屋の中に誰かいるか。子供がアナウンスをするなんて普通じゃないぞ。それにハードウェアは。今のは返事か。 お知らせです 3. 友達の皆さんがお待ちでしたいよいよ俺は生きてる意味がなくなってきたなえなあ誰かいるのかしっかり話してくれずっと一人 なんだ、ちゃんと返事できるんじゃんか。ずっと一人か。俺ももうすぐそうなるぞ。なんでなんでってそりゃ、このアナウンスのせいだ。お知らせです。三、知り合いの皆さんがお待ちでした。 ほらな。なんで逃げないの私と同じになっちゃうのに。お前と同じお前は誰なんだ早くここを開けてくれ。直接話したい。私はこのデパートの最後の迷子だった。続けてくれ。 みんなが、私を忘れたの。お母さんも、お父さんも、みんな。そして私は、出られなくなったの。んで、俺もそうなろうとしているのか。早く逃げて、ここは辛いの。ずっと出られない。ああ。 本当に辛いな。よくわかるよ。でも、俺は自由に逃げ回れる身じゃないんだ。逃げて、逃げて。ここが開いたら、もう手遅れになっちゃう。もう十分手遅れだ。それに放送室に二人はちょっと狭いだろうし、アナウンス役は一人で十分だ。そう思わないか そしてアナウンスをやるのは普通は大人だ。子供に任せる仕事じゃない。何をするの俺は犯罪者だから償いをしなくちゃダメなんだ。でもみんなは俺を忘れちまっただろうから、代わりにお前を償うことにする。 お知らせです。さん、皆さんがお待ちでした。博士、博士、扉、開いたぞ。よう、お嬢ちゃん。 追記。待機していた警備員が SCP-544-JP から幼い女性が出てきたのを発見し保護。この女性は SCP-544-JP-A と分類されました。SCP-544-JP-A は D-1104 に携帯させたカメラ、マイクを所持していました。この調査以降、少女の声と形容されていたアナウンスが D1104 の声質に変化しました。D1104 は未だ発見されていません。後の SCP-544-JP-A に対するインタビューで、SCP-544-JP に関する記憶を失っていること、家族でデパートの終了整理に来ていたことなどが判明しました。ついて1 インタビューで得られた情報から SCP-544-JPA の身元が特定されました。詳細な情報は付録544-1を参照してください。SCP-544-JPA には異常性がなく、年齢に見合った知能レベルであることから SCP-544-JPA の家族のもとに SCP-544-JPA を変換する計画が進行しています。 ついきに、計画は失敗しました。SCP-544-JPA の家族は、SCP-544-JPA を近覚しませんでした。SCP-544-JPA は、サイト81で正式に引き取られました。